ヘプデリバリーフライデーです。サイミです。ママリです。おめでとうございますって言ったよ今。大丈夫ですか？だったったった、はい、現在リップセッション、リップスタジオでは新しいリップセレブレクトの試み、リップデリバリーマンデーでは対決シリーズ、そしてこのリップデリバリーフライデーでは今までのリップセレクトの楽曲を毎回ランダムに選び、レコーディングやライブ撮影などのエピソードをさらいしアーカイブしていくという企画を行っております。YouTube ではダイジェストのみとなっておりますが、リップセレクトの会員サイトチームセルフィッシュではアーカイブした全てのエピソードがご視聴でき、その他無料楽曲や開放誌もご覧になることができます。詳しくは詳細欄をご覧いただき、ぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。お願いします。リップしますそんな感じなの？なんかちょっとしんちゃんみたいなはい、では今日の曲を占い今日の占い行かない今日の曲を、うん、やりましょう。はい、行きましょう。はい、ティンティン、おいおい、はい、おいお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 い、どっちですか？おいおいですね。おいおいですか、うん。この曲はだってエピソードいっぱいあるんじゃないですか？ありますよ。これ話したらだってね、言っちゃね、5、6時間ぐらいかかります。それはまずいですね。だから2分ぐらいまとめますけどお願いします。そもそも居酒屋で飲んでまして、ブラックなパンダと3人で飲んでまして一人の、ワルパンダがですね暴れ始めましてで、おいおいって本当に普通に酔っ払って言っておりまして楽しそうですねでそれをそのおいおいで、まあ、曲書いてよと言われましておいおいとおいおいで曲書いてよって、うん、おいおいってできるんですね。できますよ。じゃあおいおいって書いてって言われたらおいおい分かりましたってできますよ。そりゃそんなのでおいおいまで言っていただいてるんですから大丈夫ですなるほど、うん、であれですよ、その曲、まあ、曲というかね、まあまあデモを作って聞かせたらば、まあ、いいじゃないかと俺だけにも結構自信もあっていい感じだなと思って、これはライブとかで盛り上がる感じになったなと思ったんですよ。なんで歌詞ですよね歌詞をそのあゆみが書くのか僕が書くのかっていうのは、だって僕狙って書くときは僕が書くんですよ。だから今回の話は狙って書こうと思った曲です。で何のことを狙ってるかはこれ言っちゃまずいでしょ、だっておおおらかになんかオブラートに包んだダルシムですかダルシムはですね、とあるその歌手の方です、はいはいはい、がそのライブのねこう映像を載っけてらっしゃったんですよで、うん、はい、でその方が割と男性